今日も朝っぱらから皆さんの脳内を経済爆弾で爆発させていきます。おはようございます。こんにちは。米国経済解説系、兼 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。昨日は1週間リサーチに時間をかけた超対策をメンバーシップ限定動画にてアップしましたが、いかがだったでしょうかもしよろしければ感想など教えていただけると嬉しいです。最近経済評論家やウォール街の一部の方でもう最悪気は過ぎた。 これからは利下げが来るから明るい見通ししかないと言っておられる方が出てき始めていますそんな中一部の調査機関からは少しずつ経済がどんどん崩壊していく証拠となるデータが出てきています今日取り扱う内容はそんなデータの中から過去類を見ないほど悪化しているデータかつ本来あってはいけないはずのデータが出てきましたのでここについて解説していきたいと思います 米国経済は王族を打ったのかそれともまだまだ王族を掘りに行くのか今回のデータを見て皆さんはどう思いますでしょうかぜひコメント欄にて感想をご教示いただけると個人に存じますまず物語の入り口は CNBC の韓国のとんでもない発表をしてきたというニュースですえこのタイトル「韓国は史上最悪の貿易赤字を記録してきた」というふうなタイトルですけれどもえ、なんで韓国の貿易赤字なんて気にするの レバナス一本リーマンもついにネタ切れかっって思った方は甘いです。他にもミックニックさんの記事も出てきている中あえて韓国の貿易赤字のニュースを取り上げたのにはこっちの方が重要だったからです本当はレンギンの発言内容やニック T の記事を取り上げたかったのですがなぜ韓国の貿易赤字を取り上げたのかというとこれが直接的に アメリカと関係するからですあまり関係なさそうな韓国から一気に米国の驚愕の実態までさらけ出していきますそれでは全貌を少しずつ解明していきましょう、えー、中身読んでいきますが 税関の公式データによると韓国は2022年に475億ドルの貿易赤字を記録したこれは毎月1月になると前年のデータが出てくるのですが貿易赤字を出してしまったというふうに言っています日本人の私が認めたくありませんが韓国は非常に優秀な企業が多い一方内需が小さすぎるので海外で製品を売ることで企業が成長してきたという経緯があります しかしながらここにきてついに貿易赤字を出してしまいましたしかもその貿易赤字の幅が70年の歴史の中で最も低水準としたらさすがにただ事とではないということがわかります これは1956年からデータ集計を開始して以来最悪の貿易赤字を記録しこれまで最悪の記録だった1996年の206億,20億ドルの貿易赤字をはるかに上回っています2倍以上ですもともと206億ドルが最悪だったのに2022年はその倍以上の475億ドルもの貿易赤字を出してしまいました 1>, 1月、さらにその悪化は、あれ、どっか行っちゃいましたね、ここですね。えー、さらにその悪化しろは、まだまだ加速している状況で、今年になっても悪化が止まる気配はありません。1月も出てきました。1月の輸出は463億ドルの減少で、割合では16.6%減少し、予想の11.3%も、まあ、予想の11.3%減少よりさらに悪化してしまったと。でそして、 輸入も590億ドル割合で2.6%を減少しました韓国の貿易事情が壊滅的に悪化しているのは分かったけれど何でこの記事が重要なのと思った方この貿易は誰にしているのかを考える必要があります もちろん大多数は米国です米国を抜きにして考えても今回輸出も輸入もどちらも予想以上に減速しているというのはつまり世界での需要も悪化しているということを言っています先ほども申し上げたように特に米国での需要が急速に悪化しているということがこのニュースから見てわかるんですしかも普通の下落幅じゃないんですこのチャート見てみてください、えーここ ここがあ、ここ最近の下落幅見てください。韓国の貿易黒字で100ビリオンドルに達していたの、ね、に、ここトップ、えーまあ、95.22ですけども、約100ビリオンに達していたのに、ここから急落下していることがわかります。もちろんコロナショックによって物流が滞っていたという言い訳ができるかもしれませんが、それはあくまでも2021年の時ですね。えー、ですので、2021年、まだ貿易黒字だったんです。ここ2021 29.31年、えー、29. ビリオン だったのでプラスの29.31ビリオンだったので、まだ貿易黒字が確保できていたのに、2022年は一気にもうリーマンショックの貿易赤字を倍以上上回るほどの勢いで下落してしまったんですね。リーマンショック、ここです。ですので、もうそこを大幅に上回る勢いで下落してしまったと。倍以上上回るような勢いです。つまり米国をはじめとして 世界中で経済の減速が起き始めているんですいや減速なんて生ぬるい数字の下落っぷりではありませんこれは世界経済の崩壊という言い方の方が適切なのかもしれません もう少し読んでいきたいと思いますが、経済産業省、どういうふうに言っているんでしょうか。韓国の経済産業省は、1月に見られた幅広い貿易赤字の拡大は、冬のエネルギー輸入や半導体価格の急落、まあ、急激な下落などの季節的要因が原因であると見られており、状況は、まあ、見られている一方、 一方で状況はまあさらに悪化しているというふうに述べられました。経済産業大臣も言っていますが、今回の貿易赤字は季節要因が入っているから一時的なんだと釈明していますが、一方で状況はさらに悪化しているというふうに言っています。世界経済、つまり世界の需要が崩壊しかけている中、これは韓国だけの事情なのでしょうか。他に輸出対策も見ていきたいと思いますが、輸出に関しては日本も重要なんですけれども、輸出依存 でいうと日本は13.7%しかなくって100%超える国があるんですねそれがシンガポールと香港なんですシンガポールの輸出を見ていきたいと思いますまあ、同じように、えー、CNBC からのニュースですけれども、えー、タイトルとしてはシンガポールの石油以外の国内輸出は過去10年間で最悪の結果になったという内容ですがどれぐらい最悪だったんでしょうか、えー、中身を見ていきたいと思いますが シンガポールの石油以外の1月の輸出は前年比で25%急落し過去10年間で最大の落ち込みとなった政府のデータによるとシンガポールの石油以外の主要産業の輸出に関して中国への輸出が41%以上を減少し米国の輸出も31.5%減少し香港への輸出に至ってはなんと55% 以上を下落していいるということとでより広範囲な現象が始まっていると伝えられましたこれから経済が回復すると言っておられる方々、もう一度このちゃんと数字を見ていただきたいです。世界経済の原則は10%やそこらのレベルじゃないんですね。30%、40%、場合によっては50%以上というのを叩き出している。これ致命的な重大事故と言ってもいいほどの下落幅です。これからの経済崩壊の兆候以外の何者でもありません。 これらは何を物語るんでしょうか何を物語っているんでしょうか今回の結果がちょうど大底で最悪の結果がちょうど今出てきたんでしょうか人によっては今年後半からリセッションが始まると言っておられるストラテジストもいましたこの結果を見ると果たしてそんな悠長なことを言っていられる場合でしょうかもしかしたらリセッションは思ったより早くそして思ったよりひどいリセッションになるのかもしれません この数値は4回連続の縮小であり、経済が30%以上下落した2013年2月以来、最大の下落幅というふうになっています。経済30%以上下落したのが2013年にあったんですね。まあ、その時以来の下落というふうになっています。まず今回だけの結果じゃないですね。えー、偶発的に今回の悪い結果が出てきたんじゃなくて、4回連続で、えー、起きていると。悪化してきていると。 そしてこの10年間で最悪の結果だというふうに言われています。それがどれだけひどいのか、このチャートを見ればお分かりになっていただけると思いますが、これ、先ほどと同じように、ここ最近のシンガポールの石油以外の輸出の状態です。このチャートの一番左側、ここダラダラってずっと下がっていってますね。これがリーマンショックの最悪の時でしたが、リーマンショックの2008年の時だったんですけども、現在の下落のスピードを見てみてください。もうストーンですね。こんなに 緩やかにギザギザ行っても、まあ、緩やかではないんだけれどもギザギザ行きながら下落していったところではなくって今ストーンとも下がってるんです現在の下落スピード2008年と比べて尋常じゃない勢いで悪化していることがわかります去年の夏まではなんとかキープしていましたここ2022年の8月ここはねここまではなんとか横こしてたんですよねなんだけども9月からもう一気にひたすら10、11、12、1月と下落し続けていることがわかります この下落はいつになったら止まるんでしょうか、たまたま今が最悪だったんでしょうか、えー、オックスフォードのーエコノミストも、これはアラーミングだと、つまり、えー、警戒すべき事態で、ここが大底ではないというふうに、this marks the bottom, ここが大底ではないというふうに語っています。 輸出輸輸入の、まあ、輸出収益の落ち込みは国内需要も圧迫し企業投資と雇用の伸びを失速させる可能性が高いというふうに、えー、エコノミストは言っています、まあ、これら輸出大国の状況を見ると米国の需要がどんどん崩壊していることそしてこれはまだまだ悪化することが予想されています しかも現時点でもその崩壊具合はとんでもない勢いでこの勢いは止まる気配がないということをお分かりいただけたかと思いますそうなってくると次に発生するのは何でしょうかここまで需要がないと分かって生産しても商品が売れないと分かったあなたが経営者だったらどうしますかそうです人を買い越しに行くんです この流れが失業率の上昇を加速させるんですね。今、Google、Meta、Amazon、Microsoft とか、まあ、いろんなところが解雇しに行ってますよね。ここトップ上位だけで見てみても、てても1万2千人、1万1千人、1万人、1万人、8千、8千、6千、6 5 0 6千人というふうに、とんでもない数を首に、リストラにしてってるんです。まあ、全体としてはまだ多い、あの、多くはないですけれども、大きなところは、もうどん,どん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 首を切っている状況なんですね。 アメリカの企業は世界中でビジネスを展開してきました。 世界中で失業率が上昇してくるとアメリカの企業も売り上げが落ちてくるんですここまでの流れが年内まで発生するか来年まで持ちこたえられるかというセタ田谷の状況なんです、ね、では本命のアメリカをもう少し分析していきましょうアメリカの経済評論家の中にはもう最悪期は脱したという楽観主義の人がいますが彼らは何かを見逃しています物語は韓国シンガポールから一気に米国に戻ります えー、今回のこのニュースは、ブルームバーグのニュースで、アメリカの中心地、えー、ニューヨークの製造業指数があ減少しました。しかしながらこ、ここからはちょっと違う、いつもと様相が違うところです。しかしながら、減少幅は想定より悪くなかった。 という内容ですここでもやはり収縮は収縮ですですがその減少幅が想定より悪くなかったというのはどういうことでしょうかちょっといつもと様子が違うように見えます確かにここ最近こういうニュースよく見えますよね目立ち始めてますよね景気が悪化してるんだけど思ったほど悪化していないとか大底は超えた米国経済で何が起きているんでしょうか中身を見ていきたいと思います ニューヨーク連銀は一般景気指数が今月27ポイント上昇してマイナス5.8となったこの0以下の数値は縮小を示しているんだけれどもこの数値自体は予想よりかは高かった。 確かにニューヨーク連銀のデータを見てみると経済は収縮しているけれども予想よりかは悪くなかったというふうに言っているんですねマイナス5.8はマイナス5.8だった0よりマイナスっていうの0より下っていうのは悪いということなんですが、まあ、それが27ポイント上昇してからの5.8%でしたというふうに言っている世界に目を向けると急速に悪化しているけどアメリカは なんか悪化してるけど想定内問題なさそうこんな雰囲気をガンガン醸し出しているんですね。これはどう解釈すればいいんでしょうか確かに見方によっては我々は一足先に王族をつけたよとこのデータを見ると言いたい気持ちもわかるような気がします。やっぱりアメリカ経済は王族をついたもしくはもうつきそうだという状況なんでしょうかもう少し読み進めていきましょう。 この数値を見ると過去7ヶ月のうち6ヶ月で縮小を示しているもう7ヶ月のうちずっと6ヶ月間は景気が悪化しているっていうふうに言って、まあ、つまり半年間ひたすら悪化しているんですけれどもこれは FRB がインフレに対抗するために金利を引き上げているためであって製造業が直面している苦しい状況が見えてきますこの調査では州の製造業者がプライスペットし まあこのプライスペットっていうのは支払った物価のことですね。プライスペットとレシーブドペップライスですね。プライスペットが支払った物価、プライスリシーブドが受け取った物価、まあ、この両方とも増加したことを示しています。つまりインフレが インフレ圧力が低下している一方で、依然として頑固に物価高が続いていることを示しているというふうに書いています収入の物価指数は6ヶ月ぶりの高値に到達したと、でこのプライスペットもプライスレシーブとも上昇するということは需要が強い、つまり言い方を変えれば需要は悪化していないと、まあ、景気は悪化していないということになってしまいます。 はい、ここまで読んでも景気は悪化しているといっても そこままで悪化していないいなように思います。むしろ悪化ろが少しずつ減少しているのでいいニュースだと経済的にはいいニュースなんだと言っているふうにも聞こえますこの下の文章もニューオーダーのところ2月の新規受注は23ポイント以上増加してマイナス7.8となり確かに4ヶ月連続の縮小となりましたが出荷は安定しているというふうに書かれています この記事だけを読むと、やっぱりもう王族をついたんだと。もうこれまで私のこのチャンネルでずっとひたすら、あまあ、これから暴落のリスクがあると言ってきましたが、ちょっとじゃあスタンス変えましょうかと。もうこれからはもう楽観的なところだけをどんどん言いましょうかと。そういう気持ちになりますね。この記事だけを読むと。ここから株式市場は買い時だと。もう明日から買いましょうと。もうどんどん買いましょうっていうふうにサムネ変えましょうか。 と思ってしまいまいすただニュースをニュースとして読んでしまうからそのような事態に陥ってしまうんですね点は点として認識し点,を点,点と点を結んで2次元3次元と視野を広げていくと全く別の世界が見えてきますここからはブルンバーグの間違いを一気にしていきます一気に指摘していきますここからがこのパンダメンタルズ分析の鬼が本気を見せるときですだって韓国やシンガポールのニュースはどう捉えればいいんでしょうか何かを見落としている気がします 何かを見落としている。これら点と点をつなぎ合わせるためにもう少し米国のデータを集めて一歩引いてからこれらデータが描く姿を見ていきましょう。困った時のゼロヘッジです。みんな大好きタイラー・ダーデンさん。えー、フィリーフェット unexpectedly tumbled to a recessionary 20 months low. いうに言ってますねフィラデルフィア連銀、フィリーって言ってますけど、フィラデルフィア連銀のことです。フィラデルフィア連銀は予想外に不況に転落し、21ヶ月ぶりの安値を更新したというふうに書かれています。フィリー連銀、フィラデルフィア連銀は2月にそのビジネス見通しがマイナス8.9からリセッション、リセッション なんて言ううだろう英語でリセッショナリーだからリセッションっぽいマイナス24.3になりましたとマイナス8.9からマイナス24.3までビジネス見通しがここまで悪化したというふうに言っています2022年からひたすら下落してこの1年間ひたすらマイナス記録を更新し続け今では2020年5月コロナショックを上回る勢いの、まあ、コロナショック以来の低水準となっていると でコロナショックを除外したとすると、フィラルフィア連銀が最後にこの安値を記録したのは、リーマンショック直後の2009年4月でした。コロナショックを除外したらね、えー、それぐらいの悪い状況ですと。このチャート分析に行く前に、現状を表で確認しておきましょう。 ビジネスアクティビティ、前回マイナス8.9だったのが、今回マイナス24.3と、もうかなり悪化しましたねと。で、新規受注に関しても下落しています。マイナス10.9からマイナス13.6。13. そしてインベントリ在庫は0.9から15.3と増えてしまいました。在庫が増えている。え、雇用はどうなっているか。雇用はここですナンバー b e エン f ロイ10.9から5.1と半分にえーなく、いなくなってしまった。まあ、つまりクビになっているということですね。 で、あと、需要。需要を見てみると、まあ、24.5が26.5。で、これはさっき言ったプライスペットでプライスリシーブですね。支払った物価と受け取った物価。24.5から26.5。29.9が14.9。これちょっとどっち、こっちが上がってこっちが減少してますが。 え先ほどのプライスペッドもプライスレシーブも物価が思ったほど下がっていないとむしろプライスペッドは逆に上昇してますね需要が強いということなんでしょうかここは先ほどのブルンバーグも同じことを言っておられましたですがトータルで見てみるとあまり調子は良くない状況だと分かりますこれ全体的に見るとマイナス8.9からマイナス24.3まで悪化しているこれは悪化、えー、在庫が積み上がっているのも悪化雇用なんて半分まで悪化していると もうこんんなな状況なんですねこういう局面で一番見ておかないといけないのは雇用が守られているかこれが最低の、まあ、崩壊の最低ラインなんですねでも先ほどの従業員の数が半分に下落していると言いましたがそもそも従業員の労働時間がどうなっているのかというとこれがその マイナス3.2なんでもともと4だったのが、そこから一気にマイナスに転落して、やっぱり働く時間も減っていると。もう相当景気悪そうだね、製造業。前回ギリギリプラス4.0だったねマイナス3.2まで下落しちゃってる。労働時間プラスだったんだけど、今回そこから大きく下落して、マイナス3.2まで下落してしまってる。ただ同じ景気の議論をしているのに、先ほどのブルームバーグの記事だと思ったほど悪くなかったというふうなことを言っています。 このブルームバーグの記事は何でそんな楽観的なんでしょうか先ほどのこのブルームバーグの記事王族をつけたんじゃないかという雰囲気を醸し出してましたなぜ同じデータを見ているのに違う結論が出てしまうのかなぜなんでしょうかほとんどの方は疑問に思うと思いますなぜなのか少し考えてみてください今後の景気予想をする上で景気指数も新規受注も賃金も労働者の数も労働時間ももちろん重要ですでも何かを見落としてるんですその答えが これですこのチャート、青が景気指数、赤がドルインデックスです。まあ、ドルインデックスがわからないという方はドル円みたいなものだと思ってください。このチャートですぐわかるのは、ドルが弱くなると、つまり赤が下がると、青は上昇する、つまり景気が良くなるということを言っているんですね、えー。ドルが弱くなると景気が上昇する。一方、ドルが上がると、ドルが赤が上昇すると景気は悪くなるんですね。つまり青が下落するということなんですね。 米国経済というのは世界でビジネスしている企業が多いので1ドル100円が1ドル90円になるとドルが弱くなるという意味でドル安っていう意味で赤が下落するということになりますそうなると海外では例えば日本で1万円のものが売れたとすると1ドル100円だったら100ドルになりますけれども1ドル90円になると111ドルになります。つまり ドル換算では利益が増えるのでドル安で景気が上がるというロジックです。逆は逆の意味でドルが強くなると景気が悪化します。こういうチャートで見てみると本当だってなるので二次元で見る癖をつけましょう。 ここまでは小学生のお絵かけの授業のレベルでしたが、ここからが応用編です。今のシーソーの関係分かったけど、そうなっていない時期があるんです。それ、いつでしょうか見て分かりませんかね、ここです。このリーマンショック、ここ2008年ですよね、このリーマンショックの時これ赤、つまりドルが弱くなっているのに、景気は横横しながら一気に崩壊していくんですね。普通、さっきも言ったように赤が下落するときってのは、青は上昇しないといけないんですよ。 ドル,円がドルインデックスが下がるというときは、景気、青はプラスに上昇していかないといけないはずなのに、こ両方とも下落していってますよね。これ何なんでしょうか。この2008年の前というときは、ドルが下落しているんだから、景気上がらないといけないはずに、そうならない。そして、今、どうなってますか。赤は大きく下落していっているのに、青はこの下落の景気悪化が止まらない状況なんです。